はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シンです。皆さん、こんにちは。サッカーでございます。DJ トムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしまして、なんか疲れてますけど。もうさっきようやくスタジアムで出れました。いや、どんだけお前タオルもらってんの。一晩中お前タオルもらってたもん。いや、もうありがとうございました。ありがとうございました、じゃないのよ。ヒートテックももらってるやん。ありがとうございました。もう本とかもらいました。ちょっと、一流のメンタル読めな、お前。ぶっ壊れ390円だった。安っ。いやー、ということでですね、DJ と。と言って、何の僕、執筆とかしないんですよ、ちなみに。いや、お前が書いたわけねえだろ。お前が書くわけねえだろ。誰も期待しねえよ、お前の著書は。ということでね、本日は明日行われます、ヴィッセル神戸戦。プレビュー、まあ、スタメン、ベンチ予想、引き続き行っていければと思いますので、よろしくお願いします。あ、一応概要欄にも何も貼ってないんで。概要欄に、じゃあ一流のメンタル貼っておきますので、ご購入ください。ということでね、プレビューの方を行っていければと思うんですけれども、いやー、もう早い段階でビッグマッチ迎えますね。まあ、対神戸さんがマリノスのことをどう思ってるかっていう感じね。まあ、マリノスのことをどう思っているかですし、神戸自体もそこまで調子がいいとは言えないんじゃないですか。レイソルに負けちゃったんですもんね、確か今年は。あれ、学園。そうですね、ヴィッセル神戸は開幕戦ですね、ジュビロ磐田に勝利、2対0で勝利で、柏レイソルに1対0で負けて、FC 東京はですね、FC 東京が退場者が出て、なんとかヴィッセル神戸2対1で勝利。で、サンフレッチェ広島対ヴィッセル神戸が0-0と引き分けて、で、神戸対札幌6-1で、まあ、先週末ですかね、退場しておりました。ただ、このミッドウィークに行われたヴィッセル神戸対サガン鳥栖の試合ですが、こちらは0対0のスコアレスドローというような結果に終わりましたので、まあ、神戸ね、なかなかサガン鳥栖の守備を崩すことができなかったみたいなんですけれども、この引き分けは結構痛いんじゃないですか、神戸にとっては。0-0だったんだ。はい。なんかこれ意外ですね。非常にびっくりしました、私も。これは神戸がさすがに勝つのではないかなと予想していたので、ここで1点も取れなかったっていうことは、まあ、神戸予想外だったんじゃないか。しかもこの試合、あれっすからね、シュート12本12本、枠内シュート12本中6本で、トスのが多いっす。あ、そうなんだ。で、スプリントも169で、152の神戸上回った。めちゃくちゃ、じゃあサガンとこの試合頑張ったんですね。そうですね。まあでも、メンバーを見ると。ヴィッセル神戸はがっつり、フルメンですね。確かに。まあでも、2チーム分戦力があると言っても過言ではない、このヴィッセル神戸なんで。そうですね。佐々木大樹選手を差し置いて、この広瀬陸人選手が左ウィングをやっているのはなぜなんでしょうかね。でもあれじゃないですか、守備の方でも下がってきても硬い感じになりますよね。広瀬選手もともとディフェンスの選手なんで。そうですよね。まあ、ただディフェンスの選手ながら技巧派ですからね、あの選手テクニックありますし、キックの精度が高いので、この前も札幌の試合ではアシスト、宮代選手のアシスト上手かったですよね。広瀬選手上手かったですし、これ広瀬選手が最終ラインまでこう吸収されても、酒井豪徳選手を前に出せたりっていう可変もできますから、ね、そうですよね。右サイドバックもできますもんね。で、なおかつ宮代選手を前に押し出して、いろいろ流動的なね、大木原選手も1個前できないこともないだろうですし、酒井豪徳選手もボランチできますし、結構広瀬選手がね、いることでいろんなね、広瀬選手だけじゃなくてヴィッセル神戸もポリバレントの選手が揃ってるんで。そうですよね。広瀬選手とかテクニックあるから、普通にインサイドハーフとかもできそうですもん。なんと言っても宮代選手がね、止められないよと言ったんですけど、トス見事に普通に0-0で止まりましたね。あ、トス、おだぶのいました、トスに。やらせないよ、マリノスは。皆さんで止めましょう、皆さんで止めましょう、皆さん。これはやらせないように、これはやらせないように。往年の方法で止めましょう。こちらは。相手は五条悟なのであれば、こちらは織田武道で対抗だ。マリノスのアンデルソン・ロペスがゴール決めたら、織田武道パフォーが見れるのではないでしょうか。おじゃない。最悪、援軍模様していきます。誰ですか。
稲川淳二さんとあとメイちゃんをの助けを待ってるあのトトロのおばあちゃん。トトロのおばあちゃんはいないのよ。トトロのおばあちゃん、靴持ってこれ。あのカンタのおばあちゃんね。トトロのおばあちゃんはいないのよ。トトロにあのおばあちゃんはいないのよ。トトロに性別ないのよ、おそらく。カンタのおばあちゃんね。カンタのおばあちゃん。カンタちゃん。呪術技術は相当強いのまで、オーダムード、稲川淳二、カンタのおばあちゃんで3人で止めないと、向こう強敵ですから、ね、向こう非常に強敵なんだよ。やられるから、向こう。もう領域展開一発志望だよ。カンタのおばあちゃん一発志望だよ。まあ、それはちょっと、ね、どうでもいいんですけれども、まあ、ヴィッセル神戸はどうですか、あの佐々木大樹選手。これ0-0で終わったということは少しあのメンバーに変更を加えてきそうですか、同じメンバーで行くってことはね、結構考えづらいかなと思ってますね、これ。ただこれ変えるとしても、まあ、この山川選手か、まあ、マテウス・ツーレルのところに菊池龍吾選手で、まあ、佐々木大樹選手を広瀬陸斗選手として変える、まあ、こういったところぐらいじゃないですか、いじってくるのは。そうですね、ベンチに今年長崎から取った桑崎選手がインしてるっていうのはちょっと僕結構注目してたって指摘だったんで。あ、そうなんですね。桑崎選手っていうアンカーが中盤の選手で、はい、J2 からどっかに行くんじゃないかと思ったら、どっかって言ってたらヴィッセル神戸に行きました。いい選手なんですか。去年の J2 では結構活躍して、注目メインはビファーレンかな、ビファーレン長崎から来て、桑崎選手、ちょっと待ってください。はい、そう、この選手25歳なんで、経験を積んでいくっていうところで、まあもう、ヴィッセル神戸もね、早稲田大学卒業からもうビファーレンに入って、実績がある選手ね、この完全に。ああ、もう完全に実績がある選手で、即戦力として、ビファーレ長崎へ行き、まあ、そこで結果を出して、ヴィッセル神戸移籍したと。1年目からだって33試合出てます。すごいっすね。で、2年目、3年目ともコンスタンティンに長崎で出て、コンスタンティンに出てると。で、なおかつ、全日本大学選抜にも入ってっていう選手なんで、ここワンチャン、こう、大木原選手の牙城を崩しかねないと思います。崩し、大木原選手ね、今コンディションいいんでしょうけれども、たまにコンディション悪くなるとちょっとね、まあ、ムラがある場合とか、まあ、時があったりするのでね、ポカしたりとか退場したりとかっていうことを大木原選手多いので、そうなった時には桑崎選手が出てくる可能性が高いというような形ですね。その可能性は大いにありますし、なんといっても菊池龍吾選手もね、札幌戦ヘディングでアシストしましたから、ちょっと徐々にコンディションを上げてるんじゃないですか。徐々にあのスタメンの座を奪いに来ているというような形なので、まあ、あのミッドウィークに試合があったので、まあ、両チームともに少し変えてくる部分はあるのではないかなとは思うんですけれども、そこのマリノスのちょっとスタメンの予想もあのしていける、スタメンベンチの予想もですねしていければと思います。で、まあ、ゴールキーパーはマリノスは変わらず、まあ、ポープ選手でいくのではないかなと思います。で、右サイドバックも変わらないでしょうね、松健で、まあ、上島とこの畑中、まあ、この2枚は絶対にここを変えずに行きたいんですけれども、上島選手がねちょっとエリソン選手と頭ぶつかって結構腫れてたので、そのあたりが心配な部分ではありますが、まあ、出てくるみたいな。ここら辺とか薄く刈り上がっちゃってました、ね、エリソンに刈られてないのよ。試合中にエリソンにそれ刈られてたらすごいね。なんだおめえなんだおめえってバリカン持ってたらもう逮捕で逮捕だよ、もう狂気もちょダメだからね。で、畑中選手で左バッターの選手で行くのではないでしょうか。なんだおめえバリカンでやらないのよ。バリカンではあの試合中やっちゃダメだろ。あのいくらあの仲が良くてもバリカンはダメよ。で、左サイドバック長戸選手で、アンカーキーボーで、キーボーもそういえば昨日、あ、この前の川崎戦良かったですよね。そうですね。でもビルドアップのところは木田拓也選手にマークついてきますよね。それが怖いってね。まあ、そうですね。そこで、まあ、キーボーたまにね慌てて、ボール奪われてカウンター、ショートカウンターみたいなことをよく、されるので、ただ川崎戦はねすごいいい働きをしていましたし、エリソン選手だったりとか、まあ、家永選手にもやらせてなかったりとか、そういった場面が散見されたので、川崎戦非常にいいパフォーマンスを見せていたのではないかなと思うので、まあ、あの神戸戦も間違いなく、まあ、キーボーキャプテンですし、これスタメンとして、でやっていくのではないかなと思います。で、2インサイドハーフ、ここも変わらないですかね、渡辺康太選手、上中選手、そこでいくんじゃないですか。上中選手ね、タイプが宮代選手に似てるかなって僕は感じてるんで。わかります、わかります。
それちょっとね、注目してみたいなっていうのと、まあ、さっきキーボーの話だと思うんですけど、はい、僕もよく朝一駅でキーボーが触らないターンみたいな動きよく人を避けてるの。あれね、キーボー独特のターンね。触らないターンです。あのターンね、もうマリサポの皆さんは分かると思うんですけれども、あのターン、結構成功するんですけど、結構の確率で失敗したりもするので、あのターンで言うと、あれ誰だっけ、ティーラトンもなんかあのプレイヤーですね、なんか昔のああいうティーラトンでといえばあれみたいな。なんだっけティーラトンフェイントみたいな。ティーラトンのフェイントなんだっけ。だから当時またやってるよみたいな言ってた。あれなんか言ってましたね、ティーラトン独特のなんかフェイントみたいなのがあって、これあんまり意味ないけどよくやってるよねっていうやつがあったんですけども、あのマリサボの皆さんでそれ分かる方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄までお待ちしております。で、エウベルですね。エウベルが、川崎フロンターレ戦負傷交代したので、そこの、まあ、打撲とエウベル自身は言っていたので、まあ、それが軽度であればヴィッセル神戸戦もね出てくれるとは思うんですけれども、ここは心配ですね。まあ、仮にエウベルが出れなかったら、やっぱりここは水沼宏太選手かな。まあそうじゃないですか。もうちょ、水沼と左宮市じゃないですか。水沼コート左宮市でアンデルソン・ロペスで行くしかないですよね。こうなってくると。マリサポの方々がツイッター見てると、村上由依選手、井上健太、吉尾海奈にもチャンスが巡ってくるといいなと願ってます。いや、僕も本当にそれは思っております。吉尾海奈選手、やっぱりここまででベンチ入り全くできていなくて、去年のマスカットから9円に変わってね、ちょっとかなり状況が悪くなってしまっているところがあるので、まあ、ベンチ入りして、僕、村上由依選手だったら、まあ、今の村上由依選手のパフォーマンスだったら、この前のパフォーマンスだったら、まあ、吉尾海奈選手、ベンチに入れてもいいと思いますし、あとはもう、井上健太選手、これベンチ入りさせてほしいですね。まあ、ナムテキ選手、ベンチ外にするのか、まあ、そのあたり、まあ、ちょっとキュウエル監督の思い切った決断が見たいですよね。そうですね、ここ、水沼コータで来た場合、佐々木大樹選手が向こう出てきそうだなって、左で。そうっすよね。そこは神戸がいやらしくついてきそうだな。いや、ほんとそんな感じがするので、ほんとここエルベルが出れるか出れないかっていうのは、この神戸戦の勝敗に本当に関わってくるので、このあたりは注目のポイントですね。で、まあ本当に予想としては、まあこういう形で、まあエウベルが怪我だった場合は、ここ、水沼コート選手、アンデルソン・ロペス、宮市亮。で、ベンチメンバーは、まあ、ディフェンスは加藤蓮選手ですよね。加藤蓮選手で、アマジュン、山根選手、まあ、ナムテヒ。で、どうですかね。僕は、もう希望を入れてきます。井上健太選手、吉岡海奈選手、白坂選手。加藤蓮選手がの存在はでかいですね。存在でかいですね、非常に。この前も途中出場で、まだポジション2、3個変えてたじゃないですか。そうですね、2、3個変えられるのはでかいですし、器用な選手、速いのでね、まあ、ウィングもできちゃうんですけれども、ちょっとこの前のタール戦はウィングは加藤蓮選手は慣れてなさそうなので、あまりウィングでは使いたくないかなっていうような感じです。なんか井上健太選手、果たしてどうなんだってことで、ツイッターでいろいろ調べてるんですよ。はい、結構、井上健太はベンチ外なのは、マジで納得できないって方と。はい、井上健太はどこまで回復してきてるんだ、井上健太まだかかりそうですかっていう話と、面白いツイートしてる人がいたので、はい、井上健太も山村もいつになったら姿見せてくれんねん、幻のポケモンかお前らってポケモン扱いするな選手ポケモン扱いするなうちの選手でもこれと井上健太選手、山村選手は怪我でしたね、確か。山村選手は怪我しているんですけれども、今、グラウンドには戻ってきてるみたいなので、まあ、そろそろ復帰は近いんじゃないかっていうような感じです。これじゃないですか、でもスピードあるゲームチェンジャーが必須、井上健太の復帰待ったなしです。やっぱツイッターでは、井上健太選手の復帰待望論が、出始めてきてます。出始めてきてますね、完全に。良くも悪くもなく、最後の部分でって言ってましたけど、やっぱそこまでいけてるっていうのが、まだでかいかもしれないですね。いや、ほんとそうですよね。まあそこまでいければ、で、井上健太選手、まあちょっとね、その最後のクロスの部分だったりとか、フィニッシュの部分っていうところの精度は、やっぱりまだまだ、課題な部分であると思うんですけど、アンデルソン・ロペスとか、まあ、こういったところの素晴らしいね、決定力の持ち主がいますので、まあ、エウエルの代わり、エウエルが出れないのであれば、もう思い切って井上健太選手、スタートから使っていっても面白いと思うんですけれども、まあ、多分ないでしょうね。
なのでベンチで井上健太選手入れてほしいなって僕はこの前の試合を見ていて思ったんですけれども、これ可能性としてありますありそうですかね。全然使っても面白いんじゃないですか。ヒューエル監督がどのように評価してるかっていうのはちょっと気がかりですけど。そうですよね。ただあとはまあその怪我の具合ですよね。まあ実際に練習怪我の具合、あとヒューエル監督がどう思ってるか、どう思ってるか、あと大穴で井上健太選手がマリノスに入っちゃって満足した。入った大穴すぎだろ。でも昔は、ね、自分が入りたかったって言ってました。 GS 横浜出身ですもん、ね、満足しちゃった。いや、そんなんだったらプロやめろ。ということでね、じゃあ幻のポケモンで夜とか夕方ぐらい出れなくなっちゃった。いや、はぐれ見たらよ。ということで、スタメンとですね、ベンチ予想、振り返りっていうか、まとめていければと思います。世代抑えてくるな。ゴールキーパー、ポープ・ウィリアム、右から松健、上島、畑中選手、長戸選手、で、アンカーキーボー、鍋子、上中選手、右から、エウベル怪我と仮定して、水沼宏太選手、アンデルソン・ロペス選手、宮市亮選手、で、ベンチは、スタメンはこの11人で行くのではないかなと思います。で、ベンチ、キーパー、白坂選手、で、加藤蓮選手、アマジュン、山根選手、ナムテヒ選手、で、僕は、吉岡里奈選手と井上健太選手、この2人をベンチに入れたいと予想いたしましたので、皆さんコメント欄でぜひ、スタメンはここちょっと違うんじゃないかとか、ベンチこの選手入れたいとか、そういうご要望あれば、どんどんコメント欄でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ビッセル神戸の要注意選手もちょっと聞きたいです。まあもういや名前挙げる必要ないから、もう大迫が。いや、もう大迫しかない。大迫、武藤、広瀬選手出てきたら、広瀬選手は絶対にやらせたくないですよ。まあ、このメンバーで出てるってことは、こう守備、単純に守備だけってことは考えづらいですよね。そうですね、考えづらいですが、大迫選手もね、ここ、今、好調な上島選手と畑中選手が迎え撃つので、どれだけ上島選手、これだけパフォーマンスいい中で大迫選手を止められるかっていうところも、ちょっと注目ポイントですね。いや、本当そうですよ、大迫選手を止めて、もうね、こっからコンディション上げて、また代表に返り咲きを目指してほしいです。上島選手は代表選出されたことないですよね、恐らく。上島選手はないですね。なので、でも角田君の例もあるんで、マリノスでしっかり着実に経験を積んで、ね、ここでサコ止めればもう全然代表入りありますよ。今の日本代表ディフェンス陣に入れてこ入れしてもいいんじゃないかってのもあるので、そうですね、そういったところもありますし、上島選手の空中戦の高さ、あれは本当にすごいので、大迫選手にも絶対負けず劣らずな。今回はでもエリソン選手がいないんで安心してセットしてですね。そうですね。なんだお前、いや、俺だってバリカンだ。しかもその落ち武者になっちゃうから、それ落ち武者スタイルのバリカンカットだめよ。それで済むの？バリカンやってこれで済む問題じゃないの？いや、それじゃ済まないのよ、バリカンやったら。いや、オダムどいてもオダムどいてもバリカンは許されないのよ。タイム審判です。審判プレイオンをしてバリカンあって、バリカン試合中に出してきてカットされてプレーオフはないのよ。ドグソーよりも重い体重だ。ということで、このヴィッセル神戸対マリノス戦ね、注目してみていければと思いますので、皆さんもですね、ぜひコメント欄でスタメン予想、ベンチ予想、していただければと思いますので、どしどしコメントお待ちしております。なんかあれじゃないですか、こんなことやってほしいみたいなのがあれば、なんかもう J リーグ全体でもいいですし。そうですね、こんなことやってほしいというのがあれば、あとうちの姉妹チャンネル、サンドの飯よりサッカー観戦の YouTube チャンネルが開設となりましたので、皆さんぜひですね、そちらもチャンネル登録していただければ、マリノス以外の情報ですね、主にプレミアリーグの試合の振り返りだったりとか、プレミアリーグの全試合予想とか、あとは DJ トームとね、K がですね、よく J リーグに見に、J リーグマリノスの試合以外も見に行っているので、そういったところの Vlog の、様子もお届けしておりますので、そちらもチャンネル登録、概要欄に、チャンネル貼っておきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。よし。よいしょ。よいしょ。